うわ、すごく上を見上げないと全部抑えきれない。ウサギ、うわ、水が溜まってる。まずあれがすごいよね、ほんと。この家荒れてるな、やっぱり。こっから外に出せるのか。あ、ここベランダになってんね。本当に天然の地下トンネルっていう感じですね。こんな感じです。心霊スポットとか火じゃないぐらいや、そんな怖さだわ。な、何これ。行って帰れるかな。ダメだこれは。ちょっとさすがの俺でもちょっと今回はダメだ。援軍呼ぼう。さすがにちょっと俺でもダメだ。おお、いきなり天井が破れてる。こんな感じがする。そういう作りですね。うわ、風が強い。じゃあちょっと意を決していきます。今までね、どんな難関も乗り越えてきた取材班。何あれ、やばくない？な、煙突の上に部屋がある。どうなってんのあれ。取材班廃墟探索ドキュメンタリーシリーズへようこそ。取材班の高田です。ちょっとのっけから衝撃的な映像がもう撮れちゃってるんですけど、今日廃墟探索に行く場所はですね、この目の前にあるこちらの廃工場ですね。昔段ボールを作ってた工場らしいんですけども、何十年も前に廃業してそのまま廃墟として取り残されてしまったっていう廃墟なんですけども、ちょっとね、今日は天気としては雨なんですよ。なんで、まあ雨なんですけど、まあお構いなくこれからちょっと廃墟探索の方に行きたいなと思ってるんですけど、いや、初めてここ来てびっくりしたんですけど、いきなりね、こんな、まさかこんなことになってるとは思わなかったんで、ちょっとあそこも行けるのかどうかちょっとわかんないですけど、でもこの廃墟結構、この廃工場結構大きい感じがするんで、今から楽しみですね。じゃあちょっと駐車場を別の場所に移動して、そこから歩いて工場の中に入っていきたいと思います。なんとかですね、工場の敷地内に入ることができました。まずあれがすごいよね、ほんと。さっきも見てたんですけど、煙突の上にやっぱり倉庫かなんか建物ありますね。いや、すごいなこの景色。いや、廃工場への潜入はちょっと初めてなので、ドキドキしてますから。じゃあ早速やっていきますか。ちなみに昨日ここ夕方に下見に来たんですけど、下見に来た時は
猿がめっちゃいたんですよ、ここ。なんでちょっと怖くて下見にすら来れなかったんで、今日は雨なんでよっぽど大丈夫かなと思います。では早速行きますか。まずここはなんだ、わっ、へっつきボボめっちゃあるな。ここはなんか居住区のような感じになっているみたいですね。ちょっと今日は傘持ってきているので、なかなかちょっとここはトイレか。じゃあ早速ここ入ってみますか。うわー、昔の電話があるな。よね、ここは多分工場の事務所でしょうね。あー、年賀状、また当時の資料がちょっとやっぱり散乱してますね。すごいな。あ、感謝状がある。うわ、この辺りの書類ももう荒らされて、ほんとぐちゃぐちゃだな。もう荒らされ放題だな、ほんと。いやー、書類も散乱してぐっちゃぐちゃ。ただ気になる書類はないですね。請求書とかもそのまま残されちゃってる。工場の方に行ってみたいな。次あちらの工場の中行ってみますか。こっちの方が行きやすいかな。工場の中入ってみましょう。あ、こっから入れそうだな。あの雑草がすごく生えてるんで、なかなか入れないですね。よし、こっから行けそうだ。じゃあちょっと傘をここに置いて、探索しますか。うわー、廃工場の中っていうのはこんな風になってるんだな。こういう感じの廃墟っていうのもまた初めて来たんで、すごいですね。当時のなんかいろんな残留物が、工場の薬品とか、そう、箱とかね。機械も、機械自体は全部やっぱり撤去されてるんですね。
撤去されてるけど、なんか残骸物だけは残ってるんだな。うわすごい深い溝になってる。空間は一体何があったんだろうな。ここもやっぱり何か機械が置いてあったんでしょうか。さっきからね、なんかね、空間が広いからですかね、なんか何かが歩く音がしたり、いろんな音がするんですよ。その雨の音だと思うんですけど、なんかね、さっきからいろんな音がするんですよね。すごい物が散乱してるな。いや、こんな感じです。本当に空間としては広いよね。当時はやっぱこんだけ大きい工場だったんで、当時はすごい稼働してたんだろうなって。もう何十年も前のことなんだろうと思うんですけどね。いやこんなに広い空間の廃墟は初めてだな。うわやっぱ今日雨降ってるから床が。よかった、地面がぬかるんでて、ちょっと歩きにくい。よし。うわ、ここもまた広いね。窓ガラスが破れて、もうすぐ外が山だ、もう森だ、もう動物とかも入ってこようと思えばいくらでも入ってこれる環境だこれ。今日はね、雨降ってるんですけど、この後もうあと2軒廃墟探索行くところがあるんで、まあここまずちょっと見れるところしっかり見て終わらして、サクッと終わらせていきたいなと。って言っても全部回れるところは全て回るつもりですけどね。そうなんですよ、今日は10月15日日曜日に撮影をしていて、で、まあ、事前に雨降るっていうことは分かってたんですけど、どうしてもここ来たかったし、でこの後行くところも銃殺の家っていう岐阜県でも屈指の心霊スポットなんで、そこもしっかり回っていきたいと思ってて。そうなんですよ、今日1日でちょっと3カ所頑張って回りたいと思います。よし、この大きい倉庫もまあこんなもんかな。これからですね、大きな廃墟の場合はまあ2人で行くっていうことがあるかもしれないので、また引き続き、まあ基本的には1人で行くんですけど、2人で行くこともあるかと思いますので、その時もぜひご覧いただければと思います。地面が滑る。あとはあのトンネルだな。
トンネルじゃないよ、あの煙突だよね。あの煙突のとこ行きたいな。よいしょ。階段上に上がって上行きますか。この階段うわー、またちょっと草が邪魔してるね。よいしょ。これまた違った空間だな。あ、冷蔵庫がある。冷蔵庫中見てみます。さすがに何も入ってないな。果汁めちゃめちゃ古いレモン果汁。ロッカールームですね。従業員の方専用のロッカーってとこかな。うわー、なんか棺桶みたい。ここベッドルームですね。従業員の方の休憩室ってとこでしょうかね。これまたすごいぞ。うわぁ、朽ち果ててる。本当に朽ちてるなぁ。あそこさっきの空間。あそこがさっき行ったところです。うわ、やば。これ大丈夫か。あ、こういうの好き。うん、うわ、やば。すごい大きい機械があったんだろ、これ。こんな大きい機械で段ボール作ってたのか。はあ、まあ、いろんな種類の、なんか、梱包資材っていうか、段ボールかわかんないですけど、なんかいろいろ作ってたんでしょうね、昔は。なんかどうなってる。ちょっと自分は見れないからカメラだけ。届いたかな、見えたかな、見えました。この中どうなってるか。ダメだ、ちょっともうちょっと上行こう。見れましたか。よし、 OK。 あとここか。朽ちてるな。やっぱりでも廃墟マニアの人ってこういう人ってこういうなんか朽ちてる感が好きなんでしょうね。こういうね、工場の廃工場の朽ちてる感は結構自分も好きですね。うーわ、水が溜まってる。
声が響く。な、本当に地獄の底に繋がってるような、そんな井戸だったな。え、ここも？うわ、怖っ。あ、ここは浅いね。なんか貯水タンクかな。いや、でもこんだけ大きい敷地なんで、やっぱり相当稼働してた時はもうかなりやっぱり取引先も多かっただろうし、結構あれでしょうね、いろんなものを作ってたんでしょうね。うん。で、まあバブル期が来て時代の流れについていけなくなって借金で倒産とか、そういった感じなのかな。よし、一通り全部見回ったと思いますので、じゃあ戻りますか。でも結局これ煙突なんですよ。この煙突の上にある謎の建物の倉庫なのか建物なのか、あそこに行く道はもう全く見当たらなかったですね。多分さっき崩壊してたところからあそこに行けるようになってたんだと思うんですけど、階段か何かがあったんだと思うんですけど、もう崩れ落ちてて行けないでしょうね。ここ来る前にちょっとブログとかも一回読んでみたりしたんですけど、崩れ落ちてていけないっていう風に書いてあったんで、やっぱりいけないんですね。自分の目で見て分かりました。崩れっぷりだとな。いや、そうだよな。まだもしかしたら行ってない箇所ある、あったかもしれないですけど、ちょっと時間も時間だし、この奥まだ行ってないですけど、ちょっと、草が覆われててちょっと行けない状態なんで、この奥はもう行かずに、ここで終わっておきたいと思います。まあちょっと時間がもうないんでね、次のところ行かなきゃいけないんで。はい。それではまた、次回の廃墟探索でお会いしましょう。たかちゃでした。朝鮮トンネル、ここ系ハウス、そしてそれに次ぐ銃殺の家、こうして お札がありますね。天井もほらボロボロ、ヤクザをすでにやった。え、ヤクザ、至る所に本当に雑誌がたくさん落ちてんな。お分かりいただけたと思います。